はい、それでは弦がねビビる原因をねやってみたいと思います。まずですね、弦がビビる一般的な理由としてはですね、フレットがありますね。これフレットがあるから、フレットからこう離れていると弦がビビりやすいですね。押さえるとこが、離れているとね、ここの2フレットだったらやっぱり2フレットの弦に近い方がいいし、であとは指ですね、指がこう寝ているとこう、こんなやつ見えますかね、こう寝ていると指を立たせるということと、ちょっとこれ僕爪がちょっと長い、爪が長すぎるとやっぱりしっかり押さえられないという点がありますね。あとはですね、やっぱりしっかりこう押さないといけない、弦を押す、この練習をしてみたいと思います。押すということで、弦を右手をグッと弾いた時に左手も一緒に弾く、でコード弾いた時にですね、これで G あたりがねこうぶれやすいので、そこをしっかり弾くとということですね。あとまあ F あたりはね、こう引っ込んでやっぱりどうしてもこのこう力がないので、 F はまた別でやりたいと思いますけど、まあ、それはねすぐにはできないので、これはまあ練習ですね、慣れですね。握力もいるんですよ、手の握力もいるんで、そういったのもね頑張りなくで、最初のうちはこう気にしないでちょっとこうやってみると。でここらですね、この小指あたりなんかもこういう風にするとぶれますよね。だから少しこうちょっとこっちに、ちょっとこっちにするだけでもだいぶ違います。例えばですね、練習方法としてですね、この C をちょっとやってみましょうか。 C ですね、 C はこれです。時々僕はこういう風にしますけどね、 C はこれです。この時にね気づいたことはありますか。1フレットですね、1フレット、2フレット、3フレットになります。1フレットが人差し指、2フレットが中指、3フレットが薬指という風になっているんで、まだコードする前の練習方法としてはですね、こういう風な感じ、1フレット、2フレット、3フレット、こういう風な練習をしてビビらなくなったらいい。だから結局は押さえてるとこと音が出るとこをしっかり意識しておけばいいわけですね。これ全部こういうふうにこう押さえる必要はないんですよ。薬指だったら薬指のとこだけ意識して、中指、人差し指、こういう感じの意識した練習をしていくと、で今度は戻ってくるんですね。これがしっかり押さえられるようになるとビビらなくなりますね。こんな感じ、こういう感じじゃなくて、しっかり押さる、しっかり押す。でしっかり押すコツとしてはですね、少しこうビブラートというんですか、ここゆるこう、こういうふうにこうちょっとねチョーキングって言うんですか、ちょっと上にね、ちょっとこれチョーキングが難しいんですけど、こういうふうにすると、こういうふうにするとこの腕のね、その指の力ができてくるんですよ。ビブラート。そうするとどうしてもこのね指のこうタコができるまでにね、どうしても数週間かかるかもしれないので、まあ、それはあとは慣れですね。一日にね、まあその時間を決めてやるのもいいと思いますが。あとはコードチェンジですね。コードチェンジについては、C から Am にした時にですね、これがちょっとこうずれますよね。これを見なくてできるようにすればいいですね。あとはですね、この C なら C でしょ、
C の格好をして離して C の格好、離して C の格好、離して C の格好で、 Am だったらこうだから Am 離してこういう感じ。今度 C になったら C の格好を思い出してそこから押さえる。コツはですね、 D を弾いてるときにコードチェンジは次 A なら Am なら Am をもう頭に描いておいてピュッていくんです。今度 C なら C を描いておいてピュッていく。で次に出てくるコードを思い浮かべながらやるという。でコードチェンジコツですね。この癖ですね、これですね。この時はですね、6弦は弾かないんでね、こういう感じです。はい、という感じでね、弦がビビらない方法とコードチェンジをやってみましたが、分かりましたでしょうか。もしね疑問があったらまたどんどんコメントをね、入れてください。どういうコードの時に難しいとか、F の方もね出してるのもありますけど、また新しいのもまた出しますので、わからないところがあったらどんどん質問していただきたいと思います。できるまでね時間がかかると思いますけど、じっくりとねゆっくりでもいいですから一つずつ頑張っていただきたいと思います。アコギの時間でした。また次回。